はい、皆さんこんにちは、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと緩めの企画を考えました。何をするかというとですね、まあ、サムタイトルにもある通り、サソリがあなたの車に何匹いますかという感じですね。これね、アバルトぐらいだと思うんですよ。この車のロゴっていうかね、このメーカーロゴみたいな、このサソリみたいなね、あって、これをいろんなところにこう貼り付けたりとか、もともとアバルトに貼り付いてたりとかするわけですけど、これ他の車で考えたらアホかなって思うようなね、これトヨタのマークでいろんなところにトヨタのマーク貼ってたら結構笑っちゃうなと思うんですけど、サソリの場合ね、これね、愛嬌ありますよね。サソリぐらいですよね。他にランボルギーニは牛でしょ、フェラーリは馬でしょ、アルファはヘビ、なんかいろいろ考えてたんですけど、こんなロゴが生き物で、まあ、生き物というか生物で、それをベタベタいろんなところに貼ってる車ってそうそうないなという気がしますけど、まあ、これをね、ちょっと今日僕の車も何匹いたっけなと思って、おそらくね、多分20匹はいないと思うんですよね。結構僕外しちゃってるからな、純正パーツなので、ちょっとね、数えていきたいと思います。で、ただ数えるだけだと面白くないので、あ、このスコーピオンはどこから手に入れたとか、このスコーピオンのパーツはこうだったとかね、その辺もこれからアバルトを購入する人とか、アバルトを持っててまだそのパーツが欲しいなんて思ってる方のご参考になればと思いますので、よかったらご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、数える前にちょっとまずシールを作りました。これ、まあ、手書きな番号なんであれですけど、まあ、カッティングシートで作ったんですけどね。ということで、これから今28個用意しました。まあ、多分28はないと思うんですよね。20前後じゃないかなと思うんですけど、これね、アバルトをこれから買う人とかが、まあ、買った人もよくわかると思うんですけど、よくサソリの毒にやられたなんてね、こういう民からとかいろんなところでコメントを書かれてる方が時々いらっしゃるんですけど、本当ね、僕も最初乗りに行って試乗に行って6年前の話なんですけど、本当買うつもり全く、これまあ少しはあったかな、いずれは買いたいなと思ったんですけど、乗りに行って試乗して、めっちゃ面白いなこの車って言って、2時間後ぐらいにはもうハンコついちゃってたっていうことで、財布の中にあった、ね、1万円札を渡しちゃってなんて、わずか2時間ぐらいで買っちゃったんですけど、そういった形で皆さんも買われた方もいらっしゃるでしょうし、試乗してこれから買いたいなと思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、サソリのマーク独特でね、これをついつい貼っちゃうんですよね。で、貼ったりとか、そう貼ってあるパーツを欲しくなっちゃったりとかして、あとはアバルトとかね、まあ、そういうのがあるんですけど、このサソリがね、この間ふと何匹いいんだろうなと思って、ちょっと今日の企画をしてみました。僕は多分少ない方だと思うので、ちょっとこれから数えていきたいと思います。じゃあ早速やってみます。まず外観ですよね。外観はみんな同じかなと思うんですけど、こういったね、外観からチェックしていきたいと思います。まずこのエンブレムですけど、これは普通は、ね、カラーな黄色とか赤のマークなんですけど、僕はこれシールで貼ってますね。凹凸があるシールっていうか、まあ、シール自体は凹凸ないんですけど、この元々の純正のエンブレムが凹凸がある上に貼ってあるので、ちょっとボコボコしてますけど、こういった、エンブレムがあるんですね。で、この色はいろいろ選べて、今はメルカリとかでいろいろ作って日本の方も売ってますけど、僕がこれ買った頃は MS リーシングっていうイギリスのね、ショップ屋さんが最初だったと思うんですけど、こういったものをいろんなカラーリングで売り始めて、この黒とシルバーを発注して買いました。値段的にはね、確かに 4,5 千だったと思うんですけど、結構な値段ですよね。ということで、ここにまず1個目を貼りたいと思います。あ、逆さだった、まあいいや、1個目。はい、で、当然後ろもね、貼ってあるので、後ろも2個目と。で、これは純正のままなんですね。これね、僕サイドも合わせちゃえばよかったなって今頃思うんですけど、まあ1個ぐらい純正の色で残しておきたいなと思って、これは純正のままでした。3個目、
はい、反対側ですね。反対側4個目。これね、エンブレムがこうやって割れやすいんですよ、これ。なので、あまりひどく割れてきたらシール隠しちゃおうかなと思ってます。はい、4つ目でした。という感じで、外観は僕は貼ってあるのが4つだけと思いきや、もう1個あったんですね。実はどこにあったかというと、今思い出しました。ここにバッチつけてるんですけど、これが、これは5個目と、これバッチの後ろにボス立てて固定してるんですね。こういうバッチだけで買ってます。5個目、これ自作なので安いですね。ということで外観は5個でしたね。次にエンジンの中にあったっけ。エンジンの中はエンジンの中ありますね。これね、コンペチティオネは僕が買った頃はこれ標準でついてたんですね。これ今オプションになっちゃったのかな。6個目、これもかっこいいですよね。で次これラジエーターキャップですね。これも高いんですけど、これミントモさんから譲ってもらって手に入れました。7個目、あ、貼り付かない。あ、こんなとこにいた。これはね、あのフューズボックスのカバーですね。これカーボンに見えるけど、カーボン調でカーボンじゃありません。8個目というとこで、エンジンの中は3つですね。ということでエンジンの中は3つで、今合わせて8個でした。はい、最後というか3番目、インテリアですね。多分インテリアが一番多いんじゃないかな。どうだろう。これね、スピーカーリングアルミでできてるやつで、今いろいろコピーされてる方もいらっしゃるんですけど、僕のこれは MS レーシングで買ってます。これネジ止めするだけです。まあ、ネジ止めが嫌な方はね、両面テープで貼られてる方もいますけど、まあ、僕はその辺気にしないのでネジ止めしてます。で色がね、これちょっとアルミじゃない感じに、これ僕はね、これ塗ってるんですね。このパールホワイトで、ちょっとパールホワイトに見えないんですけど、これはパールホワイトで塗ってます。9個目と反対側も10個目と、反対側10個目。次これ真ん中のこのロゴですね。これが11個目ですね。これ僕お気に入りなんですよ。これセンターコンソールはホワイトに塗って、これをねどうしても貼りたくて、もう最初の頃に手に入れたんですけど、これが11個目と。次、これイベントでもらった70周年記念のバッジですね。これもお気に入りです。これアバルトデイでもらったんですね。12個目と、あ、ここにいるじゃん。ここにいた、ここにいた、ここに。このね、マット、これはオランダから輸入したやつで、結構お気に入りなんですが、ちょっと汚れてる感じなんですけど、もともとグレーなんですね、これ。でもまあ汚れてるな。ちょっとアルトでやろうかな。13個目。で運転席側にもこれいるので、これで、14個目と。まああとこのマスコットとかも入れてよければ、これでマスコットね、これガソリンのキーにしてるんですけど、スタンドのね、このキーホルダーがついてます。これお気に入りです。かわいいね。15個目。であとキーがあったね。キーについてるから、これがキーも入れちゃって16個目と。キーは他に書いてないんだな。こっちにねサソリ書いてある人もいるんですけど、そしたらよかったけど、16個でしょ。ここにいたわ。ここにこう開けた時にね、ちょっとサソリが見える。17個目と、反対側もあるので18個目と。あ、そうだそうだそうだ、ここにいるじゃん。ここにチャカンいました。これも純正のパーツで、今オプションなのかな。ガソリンキャップですね。19個目。
トランクの中は、トランクの中はいないね。え、トランクの取っ手、取っ手にこいつはサソリマークはなし。ナビも別に、ナビも表示しないし、メーターもこれメーターつけたら特にサソリマークは出なかったよな。まあここにちっちゃいトランクにアバルトのマークが書いてあるけど読めないので、あれはなしということで、他ないか、他はないか。純正の方はステアリングのここにもいたりとかしますけど、僕はステアリングを交換しちゃっててないです。あとはあれですね、こういうところにね、エアキャップにつけてる方もいらっしゃれば4つですけど、僕はこれはね TPMS、まあ、エアセンサーつけてましてないです。あとキャップも純正つけてればここに4引きましたけど、僕はホイールを変えてるのであります。スタッドレス用のねカバーだったら純正でさすりますけど、このワークのホイールにはいないですね。ロゴもアバルトだけでさすりは書いてないですね。あ、いた、発見、ここにいた、ここにいたよ。20匹目がいたってことは反対側もいるな。反対側にもいました。逆さだけど21匹目。これ結構お気に入りなんですよ、この赤いのが、ね、好きで。僕赤いパーツってあまりつけないんですけど、こういったちょっと差し色が好きですね。はい、数え終わりまして、最後終わってキーホルダーとかエンジンのキーも入れちゃいましたけど、全部でですね21匹でした。21匹、まあ、21匹いたんだなって感じですね。多分20ないなと思ったんですけど、意外といました。まあ皆さんも何匹いるでしょうかね。僕ねやっぱりステアリングとかホイールとかが変わってるので、その分数が減ってるんですけど、ちょこまかちょこまかね買ってるので、アバルトのマークをなので、その分ちょっと増えた感じですね。純正って何個いるんだろう。純正も同じぐらいいるのかな。純正だと、まあでもこういったね、最近オイルキャップとかついてないし、ガソリンタンクのねあれも標準でついてなかったりしますよね。なので純正だと多分10匹からエンブレム4匹、ホイールで4匹で8匹で、ステアリングで9匹。そうですよね、純正でオプションがついてない今のアバルトだと10匹。コンペだったらサベルトがついてるから、サベルトのところのこのバックさせるその機構のところにダイヤルっていうんですか、あれに2匹いたら12匹。そうすると純正だと10匹、500、普通の595、一番下のグレーだと今595の普通の巣の595で多分10匹、コンペで12匹、そんなところかな。あ、ただ純正のナビもこうなんか立ち上がりでこう車アバルトの表示しますよね。あそこに1匹いた気がするから、そうすれば13匹。メーター純正ってアバルトのマークロゴ出たっけな。アバルトは出るけどサソリはいなかった気がするな。そうすると純正パーツを入れたら、純正だけだったら12匹かな。でこういったオイルキャップとかガソリンタンクを入れたら14匹、そんなとこかな。純正だとな、純正が14匹くらいなのかな、まあ、今ねご覧になってる方って本当にコンペとか買ったまま、もしくは純正のパーツをオプションで買った人が何匹いるか数えてぜひコメントにお願いします。僕がパッと想像するのに、僕の記憶では14匹な気がしますね、何にも貼ってなければ。ということで、まあ、僕は純正が仮に14だとしたら21なので、まあ、7匹多いことになりますから、
まあ、そういった形で純正パーツ取ってても追加しているパーツでちょっと増えている感じですね。まあ、本当これ珍しい車だなと思いますよね。アバルトってサソリついつい貼りたくなっちゃうんですよね。ついつい貼りたくなって貼っちゃうんですけど、まあ、だんだんね何年も経ってくると飽きてきて、ちょっとアバルトのマークを全部取っちゃおうとかいう人もいると思うし、そんなサソリサソリって言ってる人っていう人もいるだろうし、逆にすごいサソリ大好きでいっぱい貼ってる方でもしかしたら30越してる人もいるのかな。でも30って言ったら相当多いよね。いろんなとこに貼りまくってたら30いるかもしれないけど、パーツであと僕は21でしょ、純正ホイールでプラスにしたらあと4匹だから25匹、ステアリングを変えてない人で26匹、あとステッカー類をどっか貼ってたとしたらまあ30匹いる人って少ないんじゃないかな。どうなんだろう。もし30匹、いやいやもっといるよっていう方いたらですね、ちょっとコメント欄お願いします。ぜひお知らせください。イベントでもね、そんなにサソリサソリって言ってめっちゃサソリだらけな人とかいたかなという感じで、まあ、あのコロナ禍でですね、まあ、外出もちょっと、ね、しにくいよななんていう時にちょっと暇つぶしにどうですかね、サソリ数えてみては、サソリ、あなたのサソリ愛が分かるかもしれません。まあ、僕ガレージを見渡せばガレージにはねあと10匹ぐらいいるんですけど、まあ、ガレージは関係ないとして、まあ、そんなところでした。はい、ということで今日はですね、サソリあなたの車にスコーピオン何匹いますかという企画でしたが、僕のアバルトには21匹のサソリがいました。ということで皆さんも数えてみてください。それではバイバイ。